やばいよ。確かにこれが終わりの始まりってわけだな。確かに悪化しているな。ちくしょう、ひどすぎる。カムロ、なんだよ。撃ってどうするつもりなの。決まってるだろ、奴らを撃って、みんな忘れたのか。奴らは音に反応するのだぞ、小室君。そして聖者は光と我々の姿を目にし群がってくる。無論我々は全ての命あるものを救う力などない。よく見ておけ、慣れておくのだ。もはやこの世界はただ男らしくあるだけでは生き残れない場所と化した。ブス島先輩はもう少し違う考えだと思ってた。間違えるな、小室君。私は現実がそうだと言っているだけだ。それを好んでなどいない。あ、外見るときはこっそりやってよ。地獄だ。パパ、ママは？ママとは後で会える。ほら、こっちだ。お願いです、入れてください。子供連れて逃げられないんです。お願いです、中に入れてください。よそに行ってくれ。頼む、自分はどうでもいいんです。子供を、娘を。パパ、開けてくれ。開けてくれなければドアを壊す。パパ、ドアを壊すぞ。待ってくれ、今開ける。
ありがたい。助かった。ラッキンラーン！試射もしてない他人の銃でいきなりヘッドショットを決められるなんて、やっぱこういうことは天才だな俺。ま、距離は100もないけど。おっ。平野、何よ。撃たないんじゃなかったのか。生き残るために他人は見捨てるんじゃなかったのか。小さな女の子だよ。助けるんでしょ。僕はここから援護するから。タカシ、小さな子を助けに行く。だったら私も一緒に。いや、玄関で見張っててくれ。向こうへバイクで乗り込む。行かせてやれ。男子の一言なのだ。すいません、ブスジム。サイコさん、僕どうもこういう人間らしいです。知っていたよ、もちろん。ここは何があっても守る。安心して行ってこい。タカシ、これぐらいは持って行って。銃を過信するな。撃てば奴らは群がってくる。どのみちバイクで音が出ますよ。そうだ。しかしバイクは動くために音を出すのだ。だが銃声が轟くとき君は動いていない。タカシ、
一体何の騒ぎよ。いいことがあったの。何の。私たちはまだ人間だって分かったのよ。リロード。あれか。ったくアニメみたいにはいかねえな。本当天才だよ。当然。やめて。来ないで。私悪いこと何もしてないのに。でも。よく頑張ったな。もうちょっと我慢だ。先生、ちょっと起きて。静香先生。もう朝ごはん？ボケてる場合じゃないのよ。小さな子をいじめるな。お兄ちゃん後ろ。ありがとう、助かったよ。平野。高木さん。逃げ出す準備よ。こんな大騒ぎを起こしといてここにいられるわけないじゃない。あんたもいつでも動けるようにしといて。はい。宮本、そこはブスジマ先輩に任せて、あんたも手伝って。静香先生はもういいから、とりあえずなんか来て。ああ、寒いと思ったら。で、車の準備。今なら車に乗り込めるな。奴らは小室くんに引きつけられている。どうするつもりよ。あれじゃバイク使っても戻ってこれないわ。なら迎えに行ってあげるしかないんじゃない。あの先生、変なこと言った？車のキーとかはあるんだし。いや、明暗だ。ペカ、それしかないわ。決まりね。コムロを助けた後、川向こうに脱出。さあ、準備して。お兄ちゃん。パパ、死んじゃったの？お兄ちゃん。君を守ろうとして死んだんだ。立派なパパだ。
全部詰めるかしら。それよりどうやって詰むかよ。途中で奴らが来たら。ネトゲの盗賊みたいにこっそりやるしかないわよ。ではそうしよう。え、何これ、ハンドル逆だし、大きな声を出しちゃいけないよ、奴らが寄ってくるからね。逃げられないの？道路にいっぱいいるんだ。道路じゃないとこを逃げればいいのに。空でも飛べってのか。荷物を積み込んで小室と女の子を助けて脱出ってのはいいけど、あの数じゃハンビーでも助け出すには戦車でも持ち出さないと。それとも小室が何とかして逃げ出してくれないと。なるほど。よくやるよ小室。道路を見るな、兵だけ見て歩く、兵だけ見て歩く、兵だけ見て。うわぁ、やめ、ダメ。ありがとう。怖くないか？怖い。お兄ちゃんは？怖くないわけない。平野は？え、まだ2階じゃないの？たくん、すごいんだか鈍いんだか。どうしたの？楽しそうね、あんた。大したことないよ、小室に比べたら。あのさ、もう一度言ってくれ。おしっこ。我慢は？無理。世界がたった一日でぶち壊れてわけのわかんない連中と戦わなきゃいけなくて、おまけになんかヒーロー地味たことまでするためになって。お兄ちゃん、もう我慢できないよ。よし、そこでしちゃいなさい。いいの？お兄ちゃんが全て許す。大事な友達だよ。川向こう行きの最終便だ。乗るかね？もちろん。
要救助者確保。先生。はいはい。ごめんなさい。こうして僕らは脱出した。もちろんそれは悪夢のような毎日のたった一日が終わったということに過ぎないのだった。そして僕らは何とかして川を渡り、家族と再会しなければならない。マレサカ、マリサちゃん、私たち、よかった、ごめんなさい、